エーモスはフィンランドのパトリア社とスウェーデンの米ヘグルント社が共同で開発、提案している迫撃砲システムである。合計 120mm の格好砲を採用した後葬式の迫撃砲に連装にした砲塔に弾装、装填装置、射撃管制装置などを組み込み、これを装輪、または早期車両に車載して運用するというものである。最大発射速度は 毎分16発であり、この数字は通常の迫撃砲の発射速度の毎分数発と比較してかなり多い。これは二連装の方針と装填装置による設計上の主眼で迫撃砲に期待される短時間に一定地域に対して多数の砲弾を投射する攻力射撃の効果を高めている。射角は行角プラス85度、深くマイナス3度である。 主に曲射弾道を描く迫撃砲としての運用を想定しているにもかかわらず、戦車法のような直接照準射撃も可能であることが特徴である。これは紫外線を想定して搭載された機能である。試作当初は方針が剥き出しのままであったが、正式採用に向け熱門低減とステルス対策のためにかどばった方針カバーがつくようになった。 現在 a m モスを搭載した車両は2種類提案されている。パトリア社が開発したパトリアアムブ総輪装甲車を呼び2002年に発表されたヘグルント社の早期車 CV90 に搭載されたものである。アムブ搭載型はフィンランドが正式採用を決定し2003年に24両を発注し2006年3月に試作型2両が運用開始。 CV90 搭載型は2006年7月にスウェーデンが採用を決定し2011年により配備開始予定であるほか現在サウジアラビアが採用試験を実施中ポーランド及びノルウェーも関心を示しているエーモスを州廷に搭載する計画もスウェーデン海軍によって進められている航行する州廷からの迫撃砲による支援は沿岸部における 新たな戦術を開くのではないかと期待されている。また、エーモスを単装にし、全周旋回及び遠隔操作による無人運用とした迫撃砲システムがネモとして開発された。このシステムは従来の沿岸警備艇や揚陸艇に搭載されていた機関銃や自動的弾銃に代わるものである。ありがとうございます。